Thank you.
じゃあ肘が弱かった。ああ。6人だ。怖いですか？肘がなんかサークルする。いや、俺らインカレにはいない。あ、そうなんですか。公正に組んだ分ほとんど負けたことないんで。誰かわかんないけど公正に組んだ。あの形式ですか。田中裕之介とかやったり、あいつなんでスルートアタック怖いんだ。西健わかる？西健のサーブ遅いじゃん。当たりそうです。超怖かった。お、じゃあ、お、じゃあ、優勝で。まだ俺2000円。お父さんはまだ少ない。これ風邪ひいた。治ってない。そう。あの日ってどこ？インフルじゃない、多分。そんな昨日7度、2、3分ぐらい。マジですか？風が早っ。体が弱いから熱じゃない。ホンダも飛ぶ。
そうか、そうそう。若干とこキャンプか。頑張んないですけど、ポイント関係あるから、ね、これが終わりちゃうでしょ。あっ、処理をちょっとテンパって出てきて。分かる。ロンサスもグランドマッシュ。
あんなしっかり後ろに出てるんですよ。ちゃんとコースも。コースやります。すげえ。たまに飛んでくる。ハンドリがでかい。そういうこと。なんかもうバカみたいな速いパターでも強そう。体幹強いんですか。強い。バランスいいね。バランスいい。安定してる。見た目と違ってサーブ。
センスがすごい。ナイスラン。
ちょっとダブルスでこの人出てこなかっただけマシじゃね。殺されるわ。ストレートアタックだな。ハンドも違う。強いじゃん、大体5から8、くすうめいかなかったんだ。田中氏に来て角だ、誰かに意識しあそこら辺に来たら、あそこ行ってたら止まるんだよ、途中で。すっごい力を持って見えたけど、横に行ってた。シュッと音が。初速速いんだよ。なんかもう、中速で超える前あったり。なんでって消えてくる。ボコンみたいな感じ。めっちゃ頑張ってるから。来てるように思うよ。これ来てない。意外といい。落ち着けよ、パス。
20万じゃない普通100万の2回戦ぐらい50万のベスト4ぐらい
礼できないから。どちゃんも今日めっちゃいいっすよ。集中するのが入るんだろうけど、彼女毎回みたいにうっすから、つまりでうっす。許さねえ。お前を許さねえ。軽すぎる。大事なポイントじゃない。強さじゃない。このことって重さの質が違う。最後引き出し多い。あれ、出た。
ぽいな。よいしょ。ジュニアだったら負けないんじゃない？うん。よく止めてくれた。今来たら俺に当たって。パスト下がりです。
ごめんなさい。この試合できる。参りますよ。あ、俺、スマホどうしようかな。もう行きます。え、できる。やろうと思えば。じゃあ、早くやろう。早く帰ってくるわけじゃん。あ、そうですか。
吉本君どこ行ってます？行ったと思う。いや、吹いた。いや、やばいでしょ。吹いた。前も制限じゃない？制限ってなんですか？上位20。上位20に入るとランキングで新進じゃなくて。あ、大学の。いや今ノンプレだからこうだけど。あ、吉本。何か。去年は、ね、慶応の1回戦なんか海のとかいう変なやつだったから。
号だったんですよ。え2号でラケット変えたらなんかめっちゃ、あ、これいいじゃんってなって、ラケットのせいだ。そんな違う、はい、そんな違う、え、なんか微妙になんかどんどん硬くなってってて、なんか1本目はなんか3本目で ようやくなんか、あ、黒だなんか1本目はなんかあの回転がかかんなくなってて、あ、ダメだってなって変えて、2本目なんか地味に硬くてなんか合わなかったから、え、同じ感じでしょ、はい、いや、3本目なんか気持ちの問題じゃない、気持ちや、いや、なんかこうやってやったらなんかちょっと緩かったから、あ、これいいかも、だって同じカット張り切って貼ってんでしょ、はい、同じ距離貼ってんの、お前貼ってんじゃん、だってお父さん貼ってます、じゃ変わんねえよ、いや、変わんないけど、そのね、その気持ちの問題と、まあ感触が違ったんですって、気持ち J はじゃん、いや、普通になってな、1本でやるよ、切れないんだよ、はい